こんばんは、もちきさとことウルフィーです。今夜は私のルーティーンをご紹介します。皆様ぜひ写真を見て当ててみてください。間違い探しをしていただきたいんですが、こちら少し前の収録の時の私です。こちらは今の私です。何が変わったか分かりますか？もう一度、少し前の私です。分かりやすいように該当箇所に寄ってみました。こちら今の私です。しつこくなってきたところで、正解は前髪の長さが違うでした。前髪をいつも自分で切っているんです。切っている時の表情すごく真剣で笑えますね。カット用のハサミではなく、普通の工作用のハサミでシャキーンと切っています。節約ですね。こうして素敵な前髪が、時にヘンテコリンな前髪が出来上がっているというわけです。今日も地元にメロメロ。